じゃ、やっぱ待て。どっちぞ、お前の方こそはっきりしろよ。それは、あれは、お前、忍びか。すぐ戦場になるぞ。もう帰れ。じゃな。名はマダラだ。やっぱりな、お前も忍びか。あらま。忍びが嘆くな。忍びは戦って死ぬために生まれてくるものだ。河原間はまだ7つだった。こんな争いがいつまで続くんですか。敵という敵を亡き者にするまでだ。犠牲にしてまで。うん、奴は一人前の忍びとして戦って死んだのだ。子供ではない。柱間兄じゃ大丈夫？父上に歯向かったらどうなるか分かってるだろう。何が愛の千住一族だ。何が一人前の忍びだ。大人が寄ってたかって子供を死に追いやってるだけじゃねえか。それが相手への敬意だ。たとえ赤子とて武器を持てば敵とみなす。なしのび世界は絶対間違ってる。お前のような奴をガキと言うのだ。父上、今日は兄者も気分が沈んでるから。少し頭を冷やせ柱間。戦国時代、忍びと国民の平均寿命は30歳前後だった。その平均を大きく下げていたのは待ってくれ、本当に内派一族なのか。そうだ、お前が千住だとバレればこちらの情報を盗むために気を許したふりをする。念のためにわしと扉間もつく。わかったな。返事は。わかった。早速だがよ、まずは挨拶代わりの水切りから行くか。おう。このスピード逃げ切る気か。柱間め教えたな。呪物魔、それと扉間だったのようだな。内派田島。千住仏魔と内派田島はほぼ同じ力だということが。たがやめろ。忍びは何があろうと旬の心の乱れが隙を生じ、それが生死を分ける。殺されればほんのわずかだが己の心に乱れが生じるであろうこと。手をとする奴は誰だろうと許せる。それは俺も同じだ。柱間よ、なんぞ。俺たちの言ってたバカみてえな絵空ごとには届かねえのか。少しの間だったが楽しかったぜ柱間。行けるか、まだ。いや、柱間は俺より強い。引くぞ。じゃあな。まだだ。前は千住。できれば違ってほしかった。俺の兄弟は千住に殺されたから戦場で会うことになるだろうぜ。千住柱間、うちはマダラだ。見て父様、シャリンガン今開眼したのか。それから俺たちは戦った。来る日も来る日も戦い続け、不幸を呪うが。剣心儀、いざ。柱間、マダラ、お前は俺に
には勝てない。終わりにしよう。忍び最強の内派と千住が手を組めば、国も我々と見合う他の一族を見つけられなくなる。さあダメだ兄さん、いつだ奴らに騙されるな。いつだ、みんな内派はこいつら一族に殺されたの忘れたの。一族が劣勢なのは誰の目にも明らかだった。そしてその頃、マダラも変わったのだ。永遠の万華鏡シャリンガンを手に入れてな。その目、イズナはどうした。この前の傷が元で弟は死ん、内派を守るならもうこんな戦いはやめようぞ。もう戦いは無意味だ。無意味だと、ただなぜイズナは死んだ。黒人の術、知らない腹渡を見せ合うことなんてできやしねえのさ。走らな、まだだ。一日続いた戦いの末、マダラは初めて地面に背をつけた。マダラ、終わりだ。待て、トビラマ。なぜだ、アリジャン。今がチャンスだろ。手出しは許さん。長であるお前をやれば、お前を慕う若い内派の者がまた暴れ出す。戦いは終わりにしないか。俺たちは約束したじゃないか。いつか理想の里を作るって。そりゃ無理ってもんだぜ。一人もいねえ。守るものは何にもねえ。それにお前が弟を殺すか、己が自害してみせるか、それで合い子だ。ありがとうマダラ、お前はやっぱり情の深いやつだ。いいかトビラマ、俺の最後の言葉としてしっかり心に刻め。決してマダラを殺すな。今後内派と千住は争うことを許さぬ。さらばだ。お前の腹渡は見えた。内派と千住は手を組んだのだ。そして俺たちは里作りを始めた。